ターボ分子ポンプの内部ターボ分子ポンプは機械式真空ポンプの一種で金属製のタービン翼を持った回転体であるロータが高速回転し機体分子を弾き飛ばすことによりガスを排気するポンプである。実数ではこのような排気方式を運動量輸送式の真空ポンプと呼んでいる。ターボ分子ポンプは1912年にドイツの w ゲーでによって 機械式高真空ポンプの起源となる分子ポンプが考案され、その後、同じくドイツの W ベッカーが1955年にタービン翼を有するターボ分子ポンプを考案。これが1958年に商品化されたのが最初と言われる。動作原理は、斜めに配置されたタービン翼を高速回転させて、9気から排気への通過確率と排気から9気への通過確率に差をつけることで、 圧力差を発生させる。設計上の排気速度はとなる。翼の角度と回転数をモンテカルロ法などで計算すると、翼角度大イコール排気速度大圧縮比小、翼角度小イコール排気速度小、圧縮比大となってくる。到達圧力は17パスカル程度。その原理から、機体分子に対する翼速度によって排気速度が変化するため、軽ガスに対しては、 排気速度が低下する。動作圧力には、制限があるため、普通は、ロータリーポンプを補助ポンプとして用い、1セットになっている。ポンプ使用中に圧力が高真空から、低真空側へ急激に変化した場合、ポンプの破損につながる、可能性がある。TMP は、良い真空が得られる、手軽で便利なポンプである。ロータの支持方式としては、 油潤滑式の玉軸受け型とグリス潤滑式、磁気浮上型がある。玉軸受けの油潤滑式は、価格が手頃な利点があるが、取り付け方向は一方向に限られる。グリス潤滑式は取り付け方向に制限がない場合が、多いが、玉軸受け寿命、グリス補給と保守面で、課題も多い。磁気浮上型はといった利点がある。その代わり、停電時の対策として、 バッテリーが必要なものが多い。近年では、ロータの回転運動エネルギーを電力に改正し、磁気浮上に利用するバッテリーレス化も進んでいる。構造上、内部のタービン翼が歪むと、高速回転中の動力と上下に挟まれた。固定翼同士が接触して、一瞬で壊れてしまう恐れがある。また、ターボ分子ポンプを設置する際には、固定を厳重にしておかねばならない。 ありがとうございます。